変、大王碑文ラームカムヘーン大王碑文は、13から15世紀の大王朝ス交代の王ラームカムヘーンによって作られたとされる碑文である。1833年に即位前で出家中であったラーマ4世がス交代旧市街から発見したものとされる。ラーマ4世はこの後、この碑文の解読を行い広く知られるようになった。2003年にはユネスコの世界の記憶遺産に登録されている。内容は、ス交代が資源に富み、商人には税が課せられない理想的な国家であったことが説明され、王自身が住民と直接接し、裁判が行われた様子や問題を解決していた様子などが描かれている。碑文に描かれたこの内容は当時の様相を伝える貴重な一次資料として歴史学的に重視されている。文体は所々韻が踏まれているものの重厚さがなく凝った形式のない散文であり、読む者に素朴な印象を懐かせるものである。口語が使われており、非常にわかりやすい文体であることから、タイでは国語教科書が財を取ることが多い。一方で1986年以降、発見者であり、解読者であるラーマ4世による捏造疑惑も浮上している。当時東南アジアで使われていた文字はいずれも子音の上下左右に母音が置かれる形式であったが、この碑文で使われているラームカムヘーン文字のみ上下に母音が使われず、前後に使われているからである。その後のス交代王、李泰による李泰文字では、早々、周辺の民族の文字と同様に母音を上下に置く形式が使われていることなどから、碑文の文字が、ス交代時代に実在していたかどうかが怪しまれている。これらのことから一部の学者は、ラーマ4世時代のタイは列強の脅威を感じ取り、ラーマ4世が西洋の表記法により近いタイ文字を作成することによって西洋にタイの文明の高さを見せつけようとしたという説を唱えている。ありがとうございます。